まずは日本の皆さん、すみませんでした。試合は、負けちゃいました。自分自身、ここまで一緒に、戦ってくれたメンバー、そして日本から応援してくれた皆様、本当に、ありがとうございました。自分自身の身体に関しては、一度日本に帰ってゆっくり、周りのメンバー、そして家族と共に話し合って決めていきたいと思います。ただ自分の中では本当にやりきった思いでいっぱいで、負けたことに関しては悔しいですけども、ボクシング人生に関しては全く悔いがありません。応援してくれた皆さん、本当に、ありがとうございました。これからエラとシーコはまた新たな目標に向けて戦い続けたいと思います。おっす。OK、ありがとう。